皆さんどうもお待たせいたしました。はい、皆さんね、あの年の瀬のお忙しいところ、これね通天閣の地下にお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしいだろ。どうもありがとうございます。本日はですね、こちらの通天閣年忘れフリーライブといたしまして、こちらの通天閣さんにも非常にお世話になっておりますですね、アイドルの皆さん、そして、はい、通天交響楽団こと、はい、イーテルゲイツ工房さんのライブをですね、この後8時まで、無料でね、ありがとうございます、無料でのお届けしていこうと思いますので、皆さん最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日ですね、あの私、あの司会進行を務めさせていただきます、西日本ハンバーガー協会会長のヤムです。よろしくお願いします。はい、そして進行を務めさせていただきます、イーゼル芸術工房の松井かなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、松井さんにもあのサイリウムが振られてましたよ、これ。いや、これめっちゃ気持ちいいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。さあ、松井さん、これね、もう1年もこれあの終わりですけども、そうですよ、もう終わりますね。早いですね、1年ね、あっという間でした。そうですよ、今年1年ですね。まあ、松井さん、はい、一体どんな年だったでしょうか。1年振り返ってみまして、本当に私は本当にですね、はい、今日も登場します、アイドルグループ の、 あの私たちサウンドプロデュースをさせていただいてまして、彼女たちの華やかなステージをですね、たくさん、はい、今年はたくさん見せていただいて、本当に充実した1年でございました、はい、はい、こちらあれですよね、このマイドリームズさんも、はい、そしてあの西日本ハンバーガーゼータも、はい、両方のプロデュースをこれイーゼルゲストをされているということで、はい、素晴らしい演奏をね、今日もしていただきまして、うん、この後もとても楽しみでございます、うん、そうですね、はい、はい、ではまずここでですね、はい、このあのマイドリームズさんの総合プロデュースをしております、うん、アメノ経済新聞新庄編集長、はい、そしてイーゼルゲイツ工房の竹下リーダーに登場していただきましょう。どうぞどうぞどうぞ。こんにちは、どうもどうも、どうも、こんにちは。竹下です。新庄です。2つ合わせて、そんな打ち合わせだったんですか。そこも合わせていただいたほうがね、何も話しながら何か言うのかなと思いましたけどもね。いや、でも今日ね、あのいつもより楽しいお客さんが来てくださってですね、はい、まあ、あの正直その通天閣の地下、はい、ここでね、あの実は5年前ぐらいにですね、うん、あのアイドル の、 あのこういう定期公演をしていたんですよ。あ、ここでやってたんですか。やってましたよ、はい、あの今で言うと JK21 さんとか。あ、 JK21 さん、はい、有名じゃないですか。そうです、出ていただいてたんですよ、はい、で、あの僕がこう照明と音響してて、ものすごい熱気だったんですけど、はい、まあ、あの諸事情とか、あと大人の事情とか公開の事情とか、さまざまな事情でですね、まあ、それも言えない事情が、言えない事情ですね、はい、あ、でも、あの、まあ、なんていうんですか、はい、中断してはしてたんですけども、はい、まあ、今日こうしてですね、皆さんまた同じような熱気で、うん、まあ、さらに熱い熱気でですね、これからこうスタートできるというのはすごいこう感慨深いことでございます、はい、ありがとうございます、皆さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、あの新庄編集長はこのマイドリームズさんの総合プロデューサーとして、はい、はい、そうです、はい、あのアイドルを作られたわけですけども、はい、どうですか、はい、マイドリームズ、これ実際作られてみて。そうですね、今日ちょっとギャグ滑ってましたね。あ、そうなんですか。僕、はい、も見てましたけど、大受けしてたような気がしましたけどね、はい、もうちょっとギャグの方、ちょっと見上げをかけないと、はい、いやいや、はい、マイドリームズのあのギャグっていうのは、はい、あれなんですよ、教室のちょっと明るめの女の子たちがキャハキャハ言ってる雰囲気を楽しむっていう方で見ていただきたいんですよ、はいはいはい、その女の子同士だけが喜ぶみたいな、はい、女の子が喜んでるのを、はい、教室の隅でこうやって見てる、楽しい。あ、なるほど、はい、声はかけられないんですね。あ、そうです、そうです、そうです、はい、僕はそういうふうに。いや、どちらかというと、ここは通天閣ロボとかあるじゃないですか、はい、ありますね、はい、ロボットとなんか一緒になんかなったコントのコンテスト出たりとか、あれはね、はい、M1 とかね、はい、あとザ・漫才とか、ザ・漫才とか、そういうグループにしていきたいなと。さあ、ここでもうちょっと、もうすげえ亀裂が走ってますけど、大丈夫だいぶなんかもうブレが少ししてるような気がするんですけど、はい、まあ、あとはお客さんも、ね、でも今日はですね、実は伝説のイベントと僕は勝手に思ってるんですよ。伝説のイベント、はい、あの今日のイベントはですね、はい、一応年忘れライブっていう勝手に僕あのなってるんですけど、そうですね、はい、本来の名前は実はヤブソニックなんです。おー、言っちゃいましたね。2年前に開催されたの伝説
接の あの音楽イベントがありまして、はい、僕は吉本ですぐ怒られたはい、はいはいはい、そのヤブソニックが復活したという、はい、実は歴史的な日で、いやそうですね、はいはい、一応ネットでいろいろブログとか書こう思ったんですけど、またヤブさんが怒られたらダメだから、もうちょっと会社的にちょっと怒られちゃうもう今日もう生中継そこでやっちゃってるんで、もうダメですけど、ね、これ生中継してるんだ、いやあのここであのショールームっていうのね、ずっと生中継してる、あそうだったんですか、あそこでやってますから、吉本興業とか知らないぞ、いやもうこれやばいやばいですね、怒られますね、今のはカットしてください。いや無理です。生中継ですから。すいません。無理です。はい。一応ヤブソニックという。ヤブソニックですね。はい。復活祭ということでね。はい。はい。でまあこれであのまあアイドルの歌をまあこれイーゼル芸術コーナー作られているということですけども、実際自分たちの曲を作るのと、このマイドリームズ、そしてあの西日本ハンバーガーのゼータで曲を作るのというのは、やっぱりその作業的に違うかったりするんでしょうか。ああそうですね。やっぱり、アイドルっていうと。だけどやっぱりこのお客さん、よりお客さんのことを考えて作るようにしてます。なんかやっぱりね、僕たちの音楽は結構わがままに、イーゼルの音楽ってわがままに作ってるんですけど、はい、やっぱりこうここで一緒にちょっとでも楽しんでいただけるように、ただやっぱりけど規制のほらいっぱいアイドル曲がたくさんあって素晴らしい曲がたくさんあるんですけども、はい、その曲たちがちょっとだけ聴けてちょっとしんみりして、なるほど、そうそう、ノリだけじゃないようには作ってはいるんですけど、はい、まあまあ、そこだわっているポイント、そうですね、ですね、まあどんどんパワーアップしていくと思いますけど、最初は多めに見といていただいてね、はい、いやでもこれね、毎回そのイーゼルさんが曲を作って、でまあその仮歌をね松井さんが入れられてるという、そうなんですよ、そうなんですよ、これがもう異常に歌唱力があるということでびっくりしちゃうんですけども、はい、松井さんどうですか、実際アイドルの曲を、まあ、仮歌とはいえちょっと歌ってみて、そうですね、やっぱり、ここであのお客さんにこんな、ね、拍手であったりとか、応援の、ね、声をいただいたりとか、はい、そういうポイントポイントがやっぱりあるので、はい、それがうまいことをこう皆さんに聞いていただいた時にこう、しっくりガチッとくると、はい、じゃあなんかこうそのアイドルの歌を聴いててもなんか、ああすごいいいな、今いい感じに盛り上がってるなっていうのをね、今日も、はい、マイドリさんのね、ライブの時に感じましたね、はい、まあ、皆さん優しいからね、すごいですね、もう本当にね初めて聴いた曲にも反応してくださって本当にありがたいなと思っています。ね、で、はい、今年はあれですね、淡路サービスエリアのライブで松井さんにはそのハンバーガーの一員としてね、一度衣装を着て踊っていただいたこともあるという、実は見た、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、黒いハンバーガーあるというね、本当にね、もう、ありがとうございます、可愛かった、ありがとうございます、これ皆さんの YouTube でいっぱい動画上がってますからね、はい、ぜひ見ていただければと思います、ありがとうございます、 YouTube 上がってくるんですか、めちゃくちゃ YouTube 上がってます、ね、YouTube 上げてくださってね、皆さん、ね、ありがとうございます、削除要請します、削除しなくていいです、いやいやしなくていいです、はい、僕らも皆さんから話してもらってますからね、はい、今日は撮っていただいた動画ですが、全部で YouTube 上げていただいて OK ですね、マイドリームさん OK なんですか、あの今日だけ特別 OK します、あ、今日は OK、プロデューサー太っ腹、はい、今日はもういっぱいいろんな今メディアの方もこれいらっしゃって、今ヤフーニュースもいくつかニュースが上がってますね、ヤフーニュースでも上がっている、すごいじゃないですか、結構あのデイリースポーツさんのマネプランには、なんかちょっと批判みたいなやつも入ってますデイリースポーツさんのコメント欄っていうのがあるんですね、ネットでヤフーニュースの、はい、山本あのサーネがハーって言うてるだから、それお前ちゃうんか、勝手に全然ちゃう人が言うてるとか、大丈夫ですか、今生話です、生話サヤネも喜んでます、喜んでます、妹のだけで喜んでますから大丈夫です、サヤネだって通天閣でもあの豆巻いてもらうためにオファーしましたしね、通天閣と関係が深いですからね、はい、オファーしては通らなかったんですか、あ、通りましたよ、あ、通りました、やっていただきました、ね、いいことです、はい、わかりました、じゃあ今日は皆さん夜8時までお届けしますので、この後もよろしくお願いします、ご紹介をお願いできますでしょうか、はい、まず一組目は通天閣初アイドルマイドリームズです、よろしく